皆さんこんにちは、株式会社シキ役の後藤翔太です。このチャンネルではチームでよりよく働くためのヒントを皆さんにお伝えしていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回も元ラグビー日本代表で現在は識学コンサルタントとして、またラグビーの解説者としてさまざまな企業やチームのサポート分析している後藤翔太さんにお話をお伺いします。お願いします。お願いします、はい、今回ですね、仕事辞めたいと思った時にどうしたらいいですかっていうところです。ありますよね。生きていればですね、仕事していれば、チームをやっててもそうですけど、辞めたいなっていうふうに思うことはあると思うので、僕もね、ラグビーも引退する、つまり辞めるっていうのがありましたし、会社も辞めましたしね、辞めた経験はたくさんあるのでお話できてるんだなっていうふうに思うんですけど、まず整理すべきは、その辞めたいという感情が、ネガティブなのかポジティブなのかっていうところだと思うんですよね。ポジティブに、次のステップでこういうことがやりたいんだっていうのがあるのであれば、それはもうすぐに辞めればいいんじゃないかなっていうふうに、思いますね。そこにいる時間がもしかしたら無駄かもしれませんから、そういう場合はもうすぐ次の決断をというところで、おすすめじゃないけどね、もちろんリスクもあると思うので、そういったところで勝算をね、持って辞めるのがいいと思いますけどね。ポジティブなのであれば、辞める決断は難しくないんじゃないかなっていうふうに思います。で、一方ね、辞める理由が、ネガティブな場合、つまり現状が嫌だからっていう理由で、その会社、このチームを離れたいなっていうのであれば、ここはちょっと注意が必要かなっていうふうに思いますね。そういう気持ちで、その会社だったりチームを離れた場合、また次のチームに行っても多分すぐにね、嫌なところが見つかったりすると思うんですよね。当然こう自分じゃない誰かとチームになったり、こう仕事をしたりっていうことがある以上は、自分の思いがね 100% 通るってことはないと思うので、嫌なことは出てくると思うんですよね。なのでそういう意味では、今現状が嫌だからここを辞めたいっていう考えだと、もう次でもうまくいかない可能性があるので、それはちょっと注意が必要だし、気をつけた方がいいんじゃないかなっていうふうに思います。そこの会社チームで何が嫌なのかっていうところをですね、やっぱこう分解していく必要があるんじゃないかなっていうふうに思うんですね。例えばこう上司がこう嫌いっていうところであれば、上司のこう何が嫌いなのか、自分にどういうことをされるのか、本当にそれがねパワハラとかだったら、それはもう報告したらいいと思いますし、また逆にその上司に認めてもらえるためには、自分自身はどういうことをしなければいけないのかっていう風な観点で考えたら、自分の行動も変わるかもしれないですね。また例えばこう競争に勝てないっていうところであれば、相対的な視点ではなく、自分にベクトルを向けてですね、過去の自分と今を比較して、相手とのその競争を考えないっていうところも一つあるかなと。ただその競争に負けるっていうところで、本当にその向いてないから次のところに行こうっていうのは、そういうのもありだと思うんですね。ラグビーの元日本代表で大野さんっていうね、日本最多キャップホルダーがいらっしゃいますけれども、大野さんはですね、もともと高校まで野球をやってたんですね。で、大学はそのラグビーサークルみたいなところで、ラグビーを始めて、そこから日本代表になって、日本最多キャップホルダーになってるんで、すごい方なんですけど、つまり野球は向いてなかったんですね、大野さん。なのでそこで野球は向いてない、最初ネガティブな感情だったんだけど、もうそこからですね、じゃあ次にラグビーっていう世界があるっていうふうに、ポジティブに持っていって、次のステージでチャレンジするっていうことは、それはもったい全く問題ないと思うので、そういう意味であれば、そこをやめてね、次のところでチャレンジしてもいいとは思います。で、またあと、例えば仲間とうまくやれないっていうところが例えばあったとしても、そもそもその会社の中で、楽しくいい仲間に、囲まれなければならないのかっていうところもあって、いろいろなコミュニティあると思いますし、もちろん好きな人に囲まれて、仕事をするっていうのはベストかもしれないんですけれども、会社でいい人間関係、友達極論いなくてもね、仕事がしっかり評価されて、また違うところで友達とね、仲良くなれたら、それはそれでいいんじゃないかなっていうふうに思うので、会社にどこまで求めるのかっていうところの整理だと思います。
ね、まあ、つまりは自分で解決できる、またコントロールできる範囲がどの範囲なのか、その部分にしっかり目を向ける必要があると思います。自分がこう変えられないことばかりに目が向いていても何もこう解決はしないので、自分がコントロールできる範囲をしっかりとこうまあ変化させて、それでもなお苦しい、やめたいのであればやめたらいいと思うんですね。ただそのやめるっていう時も、今みたいなことをきっちり整理して、次のステップで自分は何がしたいのか、どういうことを成し遂げたいのかっていうところにポジティブにその思考を切り替えて、次のステージに向かっていったらいいんじゃないかなっていうふうに思います。いろいろとそのやめたいこと、苦しい局面たくさんあると思うんですけど、まずはしっかり、理論立てで整理をして、その上で、次の方向性を定めていったらいいんじゃないかなっていうふうに思います。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。